な、なんやこの戦況図。ウクライナ軍、クルスク侵攻は西と東に限って進めていくのかと思いきや、戦況図見る限りどうも北方向にも相変わらず進撃続けているというか、いやこれもウクルスク州全方面に進撃しているのやばすぎない。ロシア軍の防衛線ってどこにあるんですかね。いやもうこれ本当に訳がわからない状態がずっと続いていて、どうもウクライナ軍の機構部隊から防御する術をロシア軍は全然持っていないようなんだよな。特にヤバいのがこの辺り、すでに占領したと伝えられるスジャの都市から道路沿いに北に進んだ場所で、ここではドイツから供与されたマルダー歩兵戦闘車を中心とする機構戦力が、ロシア軍の防衛拠点を次々と破壊して前進することに成功してるようだ。ロシアの軍事ブロガーは進撃するウクライナの第95空挺旅団の攻撃の結果、ロシアの第18自動車化狙撃師団の部隊が包囲、撤退しつつあることに言及している。この部隊も、ロシア軍が攻勢を行っていたウクライナのハルキウ戦線から連れ戻してきた部隊だぜ。ウクライナ軍がまだまだ北に進軍して占領地を広げようとしているのもヤバいし、ロシア軍、ウクライナの戦線各地からいくつも部隊を配置転換して戻してきているのに、全然防衛できていないのもヤバいし、もうちょっとわけわかんなわねこれ。しかもさらに驚くべき情報が、なんとロシアの著名な軍事ブロガーが運営するロマノフの光などテレグラムチャンネルのいくつかが、南部ザポリージャ州方面においてウクライナ軍の動きが活発化しつつあるなんて報告をしている。軍事ブロガーらは今後、ウクライナ軍がザポリージャ州方面でさらなる攻撃作戦を展開させたとしても、おかしくはないとして報告しているぜ。いやいやいや。ドネツク州方面はウクライナ軍もかなりしんどいはずで、ザポリージャ州方面に進撃をするなんてのはさすがに無理では？戦線が広がりすぎて困るのはウクライナ軍のはずですよね。クルスク州侵攻作戦の開始がそもそもあまりにも奇抜すぎる軍事作戦だったことから、もはや何が起きてもおかしくはないぜ。それこそ2022年のウクライナ軍の作戦は、ヘルソン州で攻勢を開始したと見せかけて全く反対側のハルキウ州方面で機構突破を開始、ウクライナ全土にまたがる陽動作戦に世界中が湧いたものだった。もちろん今後どうなるかはわからないが、ウクライナ軍が以前ヘルソン州のロシア軍に対して行ったのと同じように、クルスク州で攻勢を開始してセイム川という川に架かる橋をいくつも陥落させて、クルスク州のロシア軍およそ3000人の撤退路を塞いで窮地に陥れた。すでにヘルソン州やザポリージャ州方面からもさらなる増援部隊が移動しているという報告もあり、そのタイミングを狙ってウクライナ軍が攻勢を仕掛けたとしても、ウクライナ軍がいつもやってきたとんでもない軍事作戦と似たような流れ、としか言えないんだよな。この戦いがどうなるか。クルスク侵攻作戦のおかげで全くわからなくなったと、ほとんどの軍事アナリストたちが語ってるのも容易に頷ける話ですね。ということで今回は、ロシア軍、精鋭が相次ぐ敗北、増援部隊が全く足りず、ウクライナ南部で新たな攻勢開始か？と題し、8月21日以降に加えられたウクライナ軍のクルスク州侵攻作戦における驚異的な進撃と、密かに伝えられている別戦線の動き、ロシア軍側の対応などについて、掘り下げていこうかと思うぜ。今後もこのチャンネルでは、軍事と兵器に関する最新情報や歴史的なテーマを取り扱います。面白かった、ためになった、とか思ったら、チャンネル登録と高評価ボタンをよろしく頼むぜ。気になった点や質問等あれば、コメントもよろしくね。いつもコメントしていただける方、本当にありがとうございます。励みになってます。それでは皆様、ゆっくりしていってね。8月初頭より始まったウクライナ軍によるロシア領クルスク州侵攻作戦はすでに2週間が経過したが、未だにこの攻撃によるウクライナ軍の主目的は判明しておらず、全体像がつかめないところに世界中が注目しているところだ。ウクライナ国防省の報道官だったかしら。ウクライナ側の公式発言の中では、この作戦は将来的にロシアと領土交渉を行うための布石であるなんて話があったわよね。あとはクルスク州戦線を拡大させすぎると兵站に致命的な問題が発生する可能性があるから、基本的にクルスク侵攻部隊は今後北に進出するのではなく、東と西、国境沿いに占領域を広げて安定した補給路を確保するなんて話があったわね。うむ。特にクルスク州で確認された対戦車両と思われるウクライナ軍の防衛線構築の写真は、ウクライナ軍がクルスク州でのさらなる侵攻ではなく、奪った領土を守るための作戦にシフトしていることを示唆する情報でもあったので、ウクライナ軍はある程度クルスク州侵攻作戦を落ち着かせようと試みているとか、
そう思われる節もあった。ところがその期待は、この写真が SNS 上で出回った翌日にはいい意味で裏切られることになった。8月21日、ウクライナ軍は占領したクルスク州の都市スジャから道路沿いに北上し、スジャ北の町、マラヤロクニャに展開するロシア軍防衛部隊への攻撃を開始。この町にはすでに西側、東側からウクライナ軍の機甲部隊が押し寄せてきているようで、現地を守る第18自動車化狙撃師団、第810海軍歩兵旅団の一部の部隊が、包囲寸前の状態にある。あるいはすでに撤退中であるなんて情報が出回りつつあるぜ。第810海軍歩兵旅団も、つい最近、クルスク州の別の戦線で2個大隊が低体敗北をかぶったばかりだったのに、また別の部隊がやられているとは。第18自動車化狙撃師団も、第810海軍歩兵旅団もこの直前までハルキウ州方面、ボルチャンスクの防衛のために当てがわれていた部隊であったことから、ロシアはハルキウ州侵攻のために準備していた部隊の多くをクルスク州方面に配置転換しており、かつ、この配置転換した部隊がことごとく負けていることを意味するぜ。いい流れですね。配置転換された増援部隊が負けているとなれば、他の戦線からもさらなる部隊を引き抜く可能性につながりそうではあるわ。ワーマッパーの戦況図ではスジャから北方面の戦線以外にも、コレネボがある北西方面、セイム川南にいるロシア軍を抑え込むことにつながる、西方面にウクライナ軍が強烈に展開していることがよくわかるぜ。そしてさらに驚くべきことに、8月21日、ウクライナ軍はこのセイム川に架かるロシアの橋に対するミサイル攻撃を実施。その映像から、ウクライナ軍は橋の攻撃のためにクラスター弾頭のエイタクムスを使用したことが、確認されているぜ。ついにエイタクムス？アメリカがロシア国内へのエイタクムス攻撃の許可をやっと出したというのかしら。ただ、クラスター弾自体はエイタクムス以外にも存在するので確定的なことは言えないぜ。これまでアメリカは断固としてエイタクムスによるロシア国内への攻撃を禁止していたが、もしこれが本当なら、ウクライナ軍はクルスク州侵攻で戦果を出すことでアメリカからのさらなる軍事的許可を、さらに引き出すことに成功したと言えるのかもしれないぜ。このあたりは公式発表待ちだな。ここからは、クルスク州以外の戦線における動きについても触れていこうかと思うぜ。クルスク州への軍事侵攻が続いている中で、ウクライナ軍は別のロシア国内の拠点への攻撃を続けている。一つ注目すべきはモスクワ中心から 30km ほど南にあるモスクワ近郊の工業都市、ポドリスクに対してドローン攻撃が行われたという情報だ。この攻撃についてモスクワのソビャーニン市長は、モスクワに対する過去最大の攻撃である、という報告を行っているぜ。ガチでモスクワ狙ってるんか？ウクライナ軍、いや、さすがにそれはなさそうだ。ロシア側が報告しているウクライナ軍のドローンの撃墜数は11機とのことなので、何か重要な軍事目標を破壊するとか、決定的な軍事作戦を行ったわけではないはずだ。それでもモスクワへの最大規模の攻撃というだけに、モスクワ市民に対するロシア国内への攻撃を印象付けるという意味合いがあったように感じるな。政権を不安定にさせるなんて意図ですかね。そうだな。このあたり、ロシア軍の行動に政治的な要素が含まれる可能性はかなり高くて、プーチンは10月1日までにクルスク州をウクライナ軍から必ず奪還するようにと命じたこと。クルスク州にはポクローシク方面など、ドネツク州で最も前進が続いている地域からの増援部隊はなく、今の戦力で何とかしろと通達があったなんて話が出ているぜ。ロシア軍部としてもクルスク州侵攻に対応するために色々と戦線を動かしたいところではあるようだが、プーチンという為政者の意向で軍事的に最適な動きをすることが難しいという、なかなか悩ましい問題にも陥っているようだな。軍事的な最善策が必ずしも戦争の場において見られないのは、政治と密接に関係しているからってのはあるあるですからね。政治的意向があるからこそロシア軍も思ったようにクルスク州の防衛線を維持できず、政治的混乱が戦局に大きな影響を与えるというのも容易に想像できるわ。これとまた同日、ウクライナ軍はロストフ州、ウクライナ軍との国境に近い町、ノボシャフチンスクにもドローン攻撃を実施したことが報告されているぜ。現地ではこのように、夜間のドローン攻撃で攻撃された場所が爆発炎上している様子がいくつも公開されているが、この攻撃された場所というのが、防空システム S300 が配置されていた陣地だったとのことなんだよな。ここ最近、ウクライナ軍によるロシア軍の防空システムに対する攻撃の報告も聞こえてこなかったが、ロストフ州に配置されていた S300 の破壊に成功しているあたり、
ウクライナの攻撃範囲がかなり広がっていて、ロシア軍が対応に苦しめられている様子が伺えるぜ。クルスク州やモスクワ方面への攻撃で対応に苦しめられている中、ドネツク州方面の最前線の攻勢も維持したいと思いつつ、そしたら今度はドネツク州最前線の後方にあたる S300 の陣地を攻撃されると、ロシア軍も守る場所が多くて大変ですね。ドネツク州などウクライナ領内の最前線ではなく、ロストフ州の防空システムを狙ったというのは大変興味深いところだな。これは今までとは異なり、ロシア軍の防空システムが前線からかなり下げられていることを意味しており、ロシア軍の前線の防空網の能力がさらに減少していることを示唆している。大変興味深いのは、この S300 の陣地を攻撃するのにウクライナ軍が何の兵器を使用したのか不明なところだ。ウクライナ参謀本部は今回の攻撃について、ウクライナ陸軍ではなく、ウクライナ海軍部隊が攻撃を行ったと報告しているので、これまで S300 に攻撃を行っていたエイタクムスではない可能性が高いんだよな。ウクライナ海軍、空軍でもなく、空軍だったらストームシャドウとか空対地ミサイルの攻撃の可能性がありますけど、もしウクライナ海軍の部隊が攻撃したとして最も可能性が高いのは、ここ最近、ウクライナが回収作業を完了して対地攻撃用を開発した、対地攻撃用改良型の対艦ミサイルネプチューンである可能性が高い。これは2023年以降ずっと進んでいた、ネプチューンの運用能力が高まっていることを示しており、クルスク州で活動を活発化させているウクライナ空軍と同様に、ウクライナ海軍も新たな軍事作戦のための能力を向上させている可能性があるな。今回の軍事侵攻ではウクライナ空軍による航空支援攻撃も含めて、いろいろと改良を進めている兵器の運用が活発していて非常に期待が持てますよね。ここからは新たな動きとしてロシア軍が警戒を行っている、ザポリージャ州方面の動きについても見てみようかと思うぜ。ザポリージャ州方面については2023年以降ほとんど動きがなく、以前の反転攻勢の際にウクライナ軍が取り返した土地を徐々にロシア軍が取り返しつつある。一方で8月に入ってからはクルスク州方面に部隊を配置転換する必要に迫られ、このザポリージャ州方面からも部隊が引き抜かれているなんて話が上がっていたぜ。この ISW の戦況図でもよくわかるけど、この方面はロシア軍が強大な塹壕を築いているから、突破しようにも突破できない地域って感じなのよね。現状のウクライナ軍の戦力ではこの強大な防衛線を突破することは難しいはずだ。ところがロシア側から公開された情報は、恐るべきものだったと言えるだろう。その情報は、ウクライナ軍がザポリージャ州の最前線の集落の一つであるポロヒーノ近郊において、何かおかしな動きを行っていると報告しているというものだ。今のところ戦闘状態には発展していないので、警戒監視活動が活発になったのでは?と思われるところだぜ。まあまだ何とも言えないところですけど、正直今のウクライナ軍がそこまでやる必要あるのか感は感じるところではあるんですよね。そもそもザポリージャ州の塹壕は強大だって昨年分かったのに、攻撃なんてできるんか?確かにこれが事実だとしたら正気の沙汰ではない作戦としか言いようがないが、ポロヒー近郊で活動が活発になったという情報は注目に値するぜ。というのもこちらの最も正確な戦況図の一つと言われるディープステートの戦況図でよくわかるが、ポロヒーのあたりってロシアの占領地と鉄道がつながっている重要な中継都市の一つであり、かつこれまであまり戦闘が発生していなかった地域であるため、ロシア軍の占領部隊もほとんど展開していなさそうなんだよな。クルスク州戦線のように、ポロヒー近郊まで一気に進軍してそこに防衛陣地を築くことができるなら、まあなくはないという感じだろうか。なるほど。もし今回のクルスク州侵攻作戦でザポリージャ州からかなりの部隊が回されているのなら、今のうちにザポリージャ州の占領地を奪還したいという考えはなくはなさそうね。確かに鉄道や幹線道路の通り具合、ロシア軍の加速具合を見てみると、ウクライナ軍がこの方面で狙うには最も適した場所ではあるのかしら。不安は残るところではあるよな。今回のクルスク州侵攻作戦の規模は昨年行われたザポリージャ州反転攻勢と比較すると、半数程度の戦力であるとすでに判明している。昨年の攻勢でウクライナ軍もかなりの戦力を失ってしまったからな。無謀な戦いはもう許されないだろう。ここからはウクライナがどれだけの兵力を確保し、支援国がどれだけ軍事支援を続けられるかも重要になる。ここ最近の注目すべき動向としては、ドイツの動きだ。ドイツはここ最近、2025年のウクライナへの軍事援助資金を40億ユーロ、2024年の半分程度に減らすという財政案を公開したことで大きな話題となったぜ。ドイツが、ドイツの軍事援助はなんだかんだ言ってアメリカに次ぐ規模になっていたはず。ドイツのラインメタル社もウクライナ国内にどんどん装甲車工場を建設するって話もあったし、
このタイミングで軍事支援金の削減は聞いてませんよ。ドイツの財政もなかなか苦しいのかもしれないな。一方さらに興味深いのは、この影響でドイツ政府とドイツ国内の株式市場にも打撃があることだ。今回のドイツによる来年度のウクライナ支援額の削減を主導したとみられるリントナー財務大臣は、この報道の前後にドイツ政府高官たちに、ウクライナからの軍事支援の要請を断るように書簡を送っていたとするリークが公開され、ドイツ国内であらゆる野党から非難殺到状態に、ドイツ政権全体が大炎上だという。さらにドイツの株式市場でも防衛企業関連の株価が急降下。ラインメタル社は 3% 下落し、防空システムアイリス T の製造会社であるヘンソルトも 6% 下落、防衛産業が軒並み 4から 5% 下落するという打撃を受けたとのことだ。うげえ。政権への批判殺到だけではなく、そもそも財源に直結しそうな株式市場まで打撃を受けるとは、一応、多数派としてはウクライナ支援の継続をドイツ全体では求めてはいるということね。そうだな。この反応はウクライナにとってはほっと胸をなで下ろす出来事になるかもしれない。ザポリージャ州の戦線が開かれるかどうかに関わらず、今の戦力で戦局全体を覆すことはおそらく難しいからな。2025年以降の長期計画が間違いなく必要だぜ。といったところで今回の解説は以上だぜ。このチャンネルでは他にも兵器や軍事に関する動画を上げているので、チャンネル登録して他の動画もぜひ見てくれだぜ。これからも興味深い軍事に関する動画を上げていこうと思うので、高評価、コメントもよろしくお願いします。それでは皆様、ご視聴ありがとうございました。